日本語つける変わったおっさんがおるんですよ、多分わざわざこんな知らん歌に。つけることはないのよ。つけることはないのよ。本当にな、もう。昨今の、まあ、健康ブームでございますのでね。はい。関西弁。気がつきました。コテコテだろ、お前らが。いや、言おうと思ったらお気づきじゃないかもしれないけれども。本人標準語のつもりなんだな。英語まで関西なまりだって言われました。それでは、かきむちゃん、健康を祈ってですね、作られた歌でございますね。皆さん、体に注意して、体に注意したら、省エネでたくさん飲めますからね。楽しくいきましょう。それでは、かきむちゃん、しんちゃん。しっかりしろよ、しっかりしろよ、ほら。それでは、お届けしましょう。人間ドックブログです。ゆっくりね。ゆっくりね。大丈夫だね。大丈夫だね。はい。本当はあるんですよ。それをもじって人間ドックブルースにしたっていうわけなんですね。あれはね、ふざけてるように見えますけどね、すごく真面目でございますね。解説をちゃんとしろと言うんですけども、面倒くさいので飛ばしてるんですよ。後で叱られるんですね。そうやね、慌てる前にね。まあ、そのことはどうでもいいから慌てる前に見てもらってくださいね。でも、英語で喋ってんの。英語、どうでしょう。全部英語で喋って。わかりますか。わかる。わかりますか。わかるって言うわけないよ。後ほど個別でわかる。賑やかな曲が続きましたね。半分でいいよね。はい、半分終わりだけ。半分終わりだけ。最後は分からん。一号一やない。一号一ね。はい。それではお届けしましょう。ホワイトダウン。Nobody. Nobody.
はい、ありがとうございます、ホワイトダック、白い鳩と言ってそれぐらいだった英語は分かりやすい。今日はあれね、これはどういう寄り合いなの？今日のお集まりは皆さん、なんでございますか？いや、なんか毎月1回の定例会です。定例会定例会定期検査人間ドックだそうそう、毎月1回ここに集まってるんですね。まだ飲めるかどうか確かめるわけでございます。まだ飲めるかどうかそういう会なわけですね。続いての曲はですね、もう現代はニューヨークタウン、ニューヨークに出てきたやつが夢を持ってこうニューヨークに出てくるわけですね。ところが残念ながら夢破れて、ふるさとに、汽車で帰るという、こういう歌なんですね。まあ辛い思いはあるわけですけれども、思い出し、いろんなことを思い出しながら歌ってみたいと思います。原曲はいい、それでは、これはね、日本語にしてナターシャゼノンでも歌ってます、ね。ああいうね、歌ってね、あんまり有名じゃないから、あんまり有名じゃないまあ聞いてない、まあまあ聞いてみてください。気楽に行きましょう。歌いながら歌う。